こんにちは、エルバスファームです。最近よく LED でアガベは問題なく育てられていますかというお問い合わせをいただきます。結論から言えば問題なく育てられていますが僕の答えです。定期的に LED での成長の様子はご紹介しておりますが、今回はちょっと趣向を変えて僕が LED で管理しているアガベを入荷時の状態と比べながらご紹介していきたいと思います。この動画を見てどんな感じで成長するのかの参考にしていただけると嬉しいです。そして最後に LED で管理することのメリットなども簡単にお話しさせていただきます。では早速見ていきましょう。ではまずご紹介するのはアガベアプラナータクリームスパイクになります。この株は LED 管理を始めて3ヶ月程度です。実は入荷直後はしおれ気味で葉に張りがなく少し心配でした。ただここ最近一気に新葉を展開し、クリームスパイクらしいエッジの効いたかっこいい姿になってきました。ここ最近とても成長している株なので、今後のさらなる成長が楽しみです。続いてはアガベチタノタカリフォルニアになります。こちらの株は LED 管理を始めて5ヶ月程度です。入荷直後はこんな感じでした。十分かっこいい株でしたが、チタノタらしい迫力がちょっとないかなといった感じです。LED 管理を始めた結果、冬の間も成長を続け、チタノタらしいいかついフォルムになってきました。挙手もいい感じです。また冬の間もしっかりと光に当てていたおかげで、肉厚で鋭いトップスピンを持った葉を展開させています。引き続き葉を展開させてから締めてボール状に仕立てていきたいと思います。この株の様子は今後定期的にご紹介していきます。続いてはアガベチタノタ姫源流になります。こちらは先日の動画でもご紹介した株です。こちらはまだ LED 管理を始めて1ヶ月程度です。入荷直後はこんな感じでした。今と比べてもまだ見た目に大きな変化はありません。ただもう根はしっかりと回っていて、葉が動き始めています。今後の成長に期待です。続いてはアガベチタノタ白芸になります。こちらは定期的に成長の様子をご紹介している白芸です。前回半年目の様子をお届けしてからさらに2ヶ月が経過しました。こちらが入荷直後の状態です。もともと迫力のある株でしたが、別の成長の様子の動画をご覧いただければお分かりいただけますが、特に LED で成長した株だと思います。葉数が増え、ボリュームが増しています。そして何より出てくるトップスピン、挙手がどんどん大きくいかつくなっていっています。最近は特に日に日に成長している様子が分かるほど葉数が増えていっています。 LED でどこまで育てられるか、今後も定期的に動画にしていくので楽しみにしていただけると嬉しいです。これまでの動画は概要欄にリンクを貼っておきます。続いてはアガベチタノタオアハカになります。この株は LED 管理を始めて半年程度になります。そしてこちらが入荷直後の様子です。写真だとちょっと違いがわからないと思います。実際はこちらも葉を多く展開し、ボリュームが増しています。今も新しい葉が展開しています。単純にでかくなったが僕の感想です。
ちなみにこのワハカには当初小株がついており、その小株もかなり成長したのでご紹介したいと思います。外して植えてからまだ4ヶ月程度ですが、当初はとても小さく、そして葉も2枚しかありませんでしたが、ここまで大きくなりました。最近の LED の性能は本当に素晴らしいと思います。続いてはアガベチタノタソーラーエクリプスになります。こちらは LED 管理を始めてから1ヶ月程度です。入荷直後と比べてもまだ変化はありません。ただこちらも先ほどの姫源流と同様に根が回り葉が動き始めています。ただ季節譜はどんどん薄くなってきていて、室内でも季節の変化がわかるんだなとちょっと驚いています。こちらもまた成長の様子をご紹介できればと思います。続いてはアガベチタノタブラック&ブルーです。このブラック&ブルーも LED 管理を始めてまだ1ヶ月程度です。やはりまだ入荷直後と比べても変化は見られません。ただやはりこちらも根はしっかりと回っているので、これから成長していくはずです。これもまたご紹介したいと思います。こちらはアガベチタノタシーザーになります。このシーザーは LED 管理を始めてから1ヶ月半程度です。最初はこんな感じでした。こちらも根が回ったのか葉が動き始めています。 LED 管理でシーザー特有のいかつい挙手とトップスピンをどこまで出せるかチャレンジしてみます。続いてはアガベジェントリージョーズになります。このジェントリージョーズはLED 管理を始めてから1ヶ月半程度です。こちらが入荷直後の様子になります。抜き苗の状態で放置していたところ結構傷んでしまい、慌てて土に植えました。一部枯れてしまいましたが、その他は状態が良くなってきています。これもこれからだと思いますので、今後また成長の様子をお届けしていきます。続いてはアガベコリダになります。こちらも LED 管理を始めて1ヶ月半程度で根が回り始めたところです。こちらが入荷直後の様子。この株もまだ大きな変化は見られません。ただすでに葉が動き出しており、今後すぐに葉を多く展開していくと思います。コリダは屋外で管理しているものもあるので、今後 LED 管理と屋外との比較などもしていきたいと思います。最後にご紹介するのはアガベチタノタブルーになります。このブルーは LED 管理を始めて半年といったところです。こちらが入荷直後の様子です。これもちょっと写真だと変化が分かりづらいかもしれません。実際はこちらも結構成長しており、めちゃくちゃ大きくなっています。このブルーも最近トップスピンや挙手がどんどんいかつくなってきています。やはり冬でもしっかりと光に当てておくと、春に出る葉の調子が断然いいです。こんな感じで経験的にLED で半年も育てるとかなり成長し、その変化も見た目で分かるようになると思います。ブルーもまた成長の様子をお届けしていきます。では最後に個人的に思う LED で管理することのメリットをお話しさせていただきます。僕が思う最大のメリットは、
栽培の中で起きる様々なストレスから解放されるということだと思っています。以前別の動画で LED 管理のメリット、デメリットの中で細かくお話しましたが、デメリットの初期費用がかかること、そして電気代が多少かかること以外は特にデメリットはないと思っています。それをクリアできれば天候不順による日照不足、冬の寒さや夏の湿度、台風や梅雨などの自然の脅威、また虫による被害など室内などで特に気にすることなく一年中安定した環境を整えることができます。当然太陽光よりも LED が優れているとは思いませんが、一年近く LED を使い続けてきて問題なく育てられていますので十分に太陽光の代わりになると思います。むしろ最近では一定の環境で育てられるので屋外よりも成長が早いように思います。たまに当て方を失敗して徒長させてしまったなんてことはありますが、基本的に株に何か問題が起きることもなく安定して管理できています。また室内に置いているのでいつでも状態を観察でき、そして鑑賞できるのも大きなメリットになるかなと思います。より多くの方に室内でのアガベの栽培を楽しんでいただければ嬉しいです。では今回は以上になります。この動画が参考になったと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。